お世話になります。ひとりでございます。今回は夢特製のウルガモスを入手していきたいと思います。夢特製自体の入手情報はあまり出回っていないんですが、ウルガモス自体の巣穴の情報はいくつかねございましたので、そのうちの一つで夢特製が出るかね検証しつつご紹介したいと思います。場所はどこかと言いますと、この円環の入り江ですね。なのでまずは水の塔とか、まあどこでもいいですけど飛んでいただいて、それで水の塔の場合はここを背にしてですね、右側ですねに行きます。それで洞窟がございますので、その洞窟の方に向かっていくわけでございます。で、ここの洞窟みたいなところに入って、それで、ずっとまっすぐですね、まっすぐ行きますと、そうすると、ここの真ん中に島みたいのがあるところですね。ここは円環の入り江でございます。こっから降りていただいて水の中に入って、ここのなんかくぐるところ、アーチ状のところがある、砂浜に行きまして、砂浜にあるここのポケモンの巣で出てくるとのことです。でケンタででもそうでしたが、基本紫の柱で夢特性とか出てくること多かったので、かつ高個体値も、紫の方が出やすいので、今回は紫の柱を出して、そこからウルガモスをね、ゲットしていきたいと思います。じゃあまず紫の柱を出し方ですが、まずレポートを書いておきますと。レポートを書きまして、そしたら、願いの塊を投げ込んでいきます。願いの塊を投げ込みますかで早押して、レポートに記録しますかで早押した瞬間に本ボタンですね。そうして、本ボタンでホームに戻ったら、ここで、本ボタンを2回連続押して、それで柱の色を確認していきます。今赤色の柱出ましたので、それを確認しましたらリセットしていきます。でこれで紫の柱が出るまでね、このリセット作業を繰り返すわけでございます。はい、これで紫が出ましたら次の段階に移っていきます。中身を確認しまして、こいつが理想のやつじゃなかったら交換していきます。まあこいつはメラルバだっけ、ですが、まあこいつで夢特性出るか分かんないんで、まあ、とりあえずこいつはスルーしていきたいと思います。みんなで挑戦をやって、本ボタンを押して、設定からですね、本体から日付と時刻で1日進めていきます。それでは戻っていって、例の時渡りバグですね。でやめるを押して、もう一回見て、内容を変えて、これをひたすらやっていきましょう。これでウルガモスが出るまでね、ひたすら交換していきたいと思います。お、来ましたね、5つ星のやつで。これで来ましたらこのまま戦わないで1回戻りましょう。それで必ずここでレポートを書いといた方がいいです。なぜならばここで例えば負けた時にまた消せばこの戦う前に戻れますので、そしたら再戦できたりしますので、必ずレポートは書いておきましょう。もし書かなかったら一番最初のね願いの塊を投げ入れた時のポケモンが出てきますので、そこはご注意ください。ドサイドになったら余裕で勝てると思いますね。ウルガモスいいな、ダイマックス時の体いいっすね。ダイロックでいきましょう。めっちゃ食らうんじゃないこれ。ダイロックいけ。どんぐらい食らうかな。え、当たってない。え、当たってないじゃん。は、どういうこと。つかバリア4つしかないっすね、5つ星なのに。相当弱いっていう感じかな。オッケー、すげえ一気に持ってった。バリアある状態で倒せましたね。ダイロック強えなマジ。ネットボール行こう。はい、余裕でゲットしましたね。弱いけど大丈夫かこいつ、普通に強いのかな。ガチ対戦とかでも鎧鉱石3個も手に入りましたね。で経験アム XL3 個、なかなかいい状態じゃないですか。なかなか良くないっすかこれ。炎の鱗粉を振りまき火事を起こすとも、寒さに苦しむ者を救うとも言う。いや、いいやつじゃんめっちゃ。こいつは虫の知らせきた。夢特製一発できた。めちゃめちゃ早いじゃん。でこの虫の知らせの効果は HP が減った時虫タイプの技の威力が上がるということで、まあ、激流とかそういった類のものかなと思います。技は火炎車熱風虫食い吸血ということで、なんで吸血なんか覚えてんのこのレベルで火炎車しそうな体ではないですけど、なんとなく能天気な性格でございます。ちなみに 4V ですね。まあこれはまあ普通か、ここまでは求めないですからね。まあいいですよ。はい、ということで今回夢特製のウルガモスゲットさせていただきました。とりあえず今回ご紹介した円環の入り江で紫の柱で5つ星で夢特製は確認できました。ぜひ今回の一人の知らせ参考にしてみてください。